増田先生、よろしくお願いいたします。はい。アメリカでは今 FOMC が終わったところだというとことなんですけれども、一体どのような結果になったのでしょうか。先生、解説をお願いいたします。そうですね、まあ、世界の投資家なら誰しもですね、今日のこのアメリカの FOMC 注目をしていたわけですね。なんで世界がアメリカの FOMC すなわち金融政策決定会合ですね、これに注目をしているかというと、まず第一は、アメリカのドルはこれ基軸通貨といいまして、世界の通貨なんですね。ですからアメリカ以外の国、例えば日本と中国との間の、まあ、貿易取引をするということになると、その決済通貨はドルで行われるわけですね。そういう意味で、アメリカの通貨は世界の通貨であるということがありまして、その世界の通貨を同行できる、つまりドルの自由裁量権、これを持っているのが FRB、 アメリカの中央銀行なんですね。その中央銀行がこれからの金融政策をどうするかということですから、これはもう嫌がおうでも市場関係者のみならず、企業の方も経済に携わっている人はですね、誰しもまあ注目をする、あるいは注目せざるを得ないということ、これがまあ先ほどアメリカ時間の、まあ、今日アメリカは16日なんですけども、ニューヨーク時間の2時半頃ですね、パウエル FRB の議長がですね、FOMC の結果を記者会見で発表したと、まあ、こういうことなんです。で、この FOMC についてはいろいろ期待とか心配がありまして、まずマーケット側からするとですね、この FOMC で利上げになることは分かってるんですが、できたら 0.25% になってほしいと。まあ、いろいろ FRB の理事の人もですね、 0.25 ではちょっと今のインフレにはあまりこの影響がないんではないかと、やはり思い切って 0.5% にすべきだという意見もあるわけですね。まあ、私なんかは 0.5% が妥当だと、それでも少ないぐらいだというふうに思ってるんですが、そうするとですね、インフレを抑えるために 0.5% 利上げをするとですね、株式市場が暴落してしまうんですね。まあ、話は長いことですが、まあ、株価を支えているみんな、あの株取引やっているのレバレッジでやってますから、これはプロの世界で、レバレッジといって1億の金を10億に膨らましてですね、あるいはもっと膨らまして、取引をするということで、このレバレッジというのが、まあ、一つの取引、市場での取引のですね、重要な部分なんですね。ところが、肯定歩合、まあ、日本で言えば肯定歩合、アメリカで言えば政策金利 FF というんですが、この金利が上がるとですね、今度はレバレッジを、まあ、5倍10倍とこういうふうにレバレッジをかけていきますと、このコストの方もですね、 まあ、仮にですよ、 0.25% が10倍になれば 2.5% ですから、100倍になれば 25% ですから、これはですね、ものすごいレバレッジに対して足かせになるんですね。ですから今までのようにふんだんにですね、金が使えなくなる、つまり信用取引におい、信用取引がですね、大きく制限されるということになるんですよ。で、そうするとですね、当然のことながら株価が下がるということで、これが講じると暴落につながるということなんですね。したがって市場としては 0.5% になってもらいたくないということで、そこで、まあ、不思議なことが起きまして、FOMC が行われる前、すなわち3月の10日8日頃ですかね、3月8日にはですね、世界中があっと驚くようなことが起こりまして、原油価格が130ドルというですね、高値をつけたわけなんですよ。そうするとですね、原油っていうのは、石油っていうのは、いろんな分野に
広がってますから、薬品を作るにしてもビニールとか、それから薬品だけではなくてですね、いろんな品物、まあ、冷蔵庫のドアであると、もう言えばキリがないぐらいですね、生活に関係しているありとあらゆるものにこの化学製品が使われているわけですよ。その化学製品の元は言えば石油になるわけですね。でこれが上がるとですね、もう何もかにも全部値上がりするということで、とにかくこの石油の値段を抑えないことにはですね、インフレは止まらないというのは、まあこれ、常識というか決まったことなんですね。その原油がですね、1バレル130ドルつけたわけですから、その130ドルあるいは120ドルのまんま、本日の FOMC を迎えたならば、FOMC としましては、もう嫌がおうでも 0.5% の利上げをせざるを得なかったはずなんですね。ところがですね、不思議なことに、わずか1週間ぐらいの間にですね、130ドルが120ドルになり、どんどん下がってきて、FOMC が始まる1日前の昨日、おとといあたりになるとですね、95ドルとか96ドルまでこう下がってきてるわけですよ。これ不思議な話なんですが、私はこれは価格操作だと言わざるを得ないんですが、誰でもこれは価格操作だと分かってますが、しかし誰がやったかということはこれ分からないですね。誰が売り買いしてるか見えないんですから、誰かが何らかの方法を取って下げてる、まあアメリカの言葉で言うとマニプレーション、日本の言葉で言うと価格操作というんですが、これがまあ行われたことはまあ間違いないでしょうね。その成果として、今回の FOMC の利上げは 0.25% になったわけです。ですからマニプレーション大成功というわけですね。問題はこれから先でありまして、目的を達成したらもう下手をすると手が後ろに回るようなことは誰もしませんから、もうマニプレーションやらないですよね。そうするとまた石油の原油の値段がですね、元に戻ってくる、120ドル130ドルに戻ってくるのは、まあ間違いないんじゃないでしょうかね。そんなこと勝手に言えませんが、まあ価格操作で下げたものは価格操作やめたら上がるっていうのはこれ誰にでも分かることで、そうなるとですね、またインフレ再燃ということになるんです。だから今日実は株価が跳ね上がりまして、ニューヨークダウは518ドル上げて、3万4000ドルの大台を超えると、日経平均の先物もですね、2万6000円の大台を超えて2万6120円、日経平均の方も520ドル高ということをつけましたけども、まあ私の考えではですね、今言ったようなことで、これは作られたものですから、作られたものマニプレーションですから、マニプレーションができなくなれば元の木阿弥になるというふうに、まあ、考えてるんですけどね、まあ、そうなるかどうかは別としまして、そういうことなんです。でこれからですね、世界が気にしなきゃいけないことはやはりインフレなんですよ。でインフレっていうのは需給のバランスで価格が決まるんで、通貨の価値を上げることによって、まあ利上げっていうのは通貨の価値を上げることですから、通貨の価値を上げることによって、小札、スーパーマーケットにいろんなものが並んでますが、その小札の値段を下げると、これは小札の値段下がるんですよ。その品物を買うドルの価格は高くなるんですから、そうすると比較ですね、販売している商品の価格は下げざるを得なくなるわけですよ。下げて合わせなきゃならないね。ですから通貨の価値が上がれば物価が下がると、まあ、これを、まあ、利用してですね、利上げをしようというんですが、今のインフレはですね、そんな通貨の価値を上げて、そして物価が下がるか下がらないかという、そういう段階ではないんですね。やはり需給関係を直さない限りダメだ。つまり供給が少なくて需要が多いんですから、需給関係がアンバランスなんですよ。このアンバランスの需給関係を何らかの方法で政治的手法を取ったり、財政政策をいろいろやったりしてですね、この需給関係を直さないと今のインフレは止まらない。そしてそれぞれ中央銀行で利上げをして通貨の価値を上げたところで、
それが物価に影響するのはほとんど影響はないか、あるいはあったとしてもほんのわずかということで決め手にはならない。それをあたかも金融政策でこのインフレが下がるかのごときですね、ことをこのみんな信じて、あるいは信じさせられているところに一つの大きな落とし穴があるというふうに思っております。変な言い方をすればこの落とし穴を利用して儲ける人がいるんじゃないかということも言えると思うんですが、まあそういうことはあんまり言わない方がいいと思いますが、まあ、今日の FOMC の結果、私が言えることはこんなところですね。増田先生ありがとうございます。はい、この番組では増田俊雄先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のためにでした。